ばんは。これはセミの幼虫です。おお、なんでこんなところにいるんですか、あなたは。まだ木に届くまでほど遠いですよ。おお、この子はここら辺でいうとクマゼミでしょうかね。もう危なっかしい。まさかそんなところで羽化しようものならやばいことになるけど、大丈夫か。そこで羽化しようって思わないよね、さすがに。大丈夫かな。一応アリもうろついてるけど、アリにたかられたりしないかな。救おう。これは私たち人間の手を差し伸べる時だ。伸ばすだっけ。伸ばしてあげよう、人間様の手を。こんにちは、アニマルシッキーと申します。私の助けが欲しいのか。乗ってきた。乗ってきた。わあ、トゲトゲしてる。おお。乗ってきた。よし、ではこれをどこの木に捕まらせてあげようかな。あ、羽が見えてます。おお。しかも前足がとても太くて土の中で生きられるような構造になってます。私がね、コンビニ行こうとしてた時にね、この暗い中ね、なんか見えてね、何かいると思ってね、見てみたらね、セミの幼虫でした。しかもね、もう木の場所とはほど遠いね、もう超遠いところでね、この子いてまして、道路にいてましてね。でもこれは木にたどり着くまで体力持たないんじゃないかと思いまして、でこの子はね、私の家に持ち帰ってカーテンで羽化させてみたいと思います。もうね、セミの羽化に関しては私が小1の時にね、もう夏か観察して、でレポートあげてるんですよ。レポートっていうか自由研究ですね。夏の自由研究にしました。ちゃんとその小1の時に見た子もね、ちゃんと羽化してくれてよかったんですけど、この子もまたちょっと危ないところでしたね。はい、帰ってきました。あのコンビニから帰ってきましてね、で腕とか手にね、捕まらせながらこうやって家まで帰ってきました。そしてね、緊急でね、このように木と割り箸を使ってこの子が羽化するためのね、セットを作りました。ここにね、捕まらせたいと思ってるんですよね。これちょっと斜めてるから大丈夫なのではと思うかもしれませんが、羽がまっすぐ伸びるにはこの角度がいいのです。早速捕まらせてあげます。ちょっと動きが鈍くなってきまして、もうちょっとで浮かしそうなんですよね。はい、ちょっと君、はい、捕まるかな。
をちゃんと登ってくれてはいますね。おお。おお、大丈夫でしょうか。滑るのかな。一番頂上まで行ってしまいました。できればそこで浮かしてほしいんですが、なんかね、割り箸気に入らないみたいですね。なんか割り箸の一番てっぺんまで来て、あーもう泣いてなんか騒いでたと思ったら突然降りてきて、そしてこっちに来ました。目見えてるんですね。なんか目見えてない感じがしてましたけど。おー、で逆さまだけど大丈夫かな。逆さまであのパッカンとかするのやめてほしいな。うん、どこに行くんでしょうか。あんまり細い枝とかにいてほしくないんですよね。本当はね、船底ネットがいいんですけれども、まさかこうなるとは思ってなくて買ってなかったんですよ。うわー、やっぱり買っておくべきでしたね。で、結構下まで行きましたが大丈夫でしょうか。もうそっから下はやめておいた方がいいと思うんですが。そこですよ。大丈夫かな。ここって結構柔らかいスポンジなんで、音が響いておりますね。で、どこにイカ張るんでしょうか。今度はそっちの割り箸に行くのかな。片方の割り箸に行くのかな。やめたようですね。あ、やっぱりそっちに戻りますか。でもその細い枝はやめてほしいな。ポキッと折れちゃいそうな気がするな。本当にすいません、こんな変な浮かセットしかなくて誠に申し訳ありません。なぜね、このケースの中に入れて浮かさせようとしているのかと申しますと、大体この部屋ってね、もうクーラー全開なんで、24度とか27度とか結構寒いんですよね。この子にとってはもう寒い極寒の地域になってしまうと思うので、もう何をしておるのだ、あんまりここにやるのはダメだなと思ってまして、でケースに入れて、ほんであとベランダに放置しておこうと思いまして、あと部屋の中で浮かさせたらもう飛び回れたらちょっとあれなんで、ケースでベランダに置いといて、あとは自力で飛んでくれたらなと思います。で、君は何をしているんだい。
ちょっと助けましょうかね。はい。それ折れると思う。その枝は折れると思う。大丈夫かな。とうとう割れています。あのね、あの後木のところにやってもあんまりつかめなかったようで何回も落ちてしまい、もういっそのことカーテンにと思って、この暗いところのカーテンをね、この子にね捕まらせてあげたんですが、やっと落ち着いて割れています。とてもすごいです。ほら、背中から割れるんですよ。とてもすごいです。あのね、羽化を開始してからかれこれ1時間経ってるんです。なのに頭が全然抜けてないんです。これ異常ですよ、異常ですよ本当に。なんでこれ今から抜きたいと思います。まだ生きてるんで頑張って抜きたいと思います。なんとかこの子は生かしてほしいんで、目は片方の目は開く状態にした。で次は左目かな。ちょっと待ってください。まだ生きてます。頑張れ、頑張って。内田も頑張るから。
今芽は出したので芽は出させてあげたので、これからはもう自力で頑張ってほしいと思います。頑張れ。力ある？足とかなんか力ある？もうほぼない。まだこうやってちょっと触るとわずかに動くので、まだ生きてるので、もっと頑張ってほしいと思います。本当にあと頭だけ出たいんですけど。目からカラーが外れてる。いや外した。外れてる。あと口だけなんですよ、口はもう。口出たら今度難関はあのあれや、こっから出られへんね。尻尾がね、尻尾出られへん子がおんね、尻尾側が。うん、頑張れよお前、もうちょっとや、頑張れ。かれこれね、背中が割れ始めてから1時間半経ってるんですよ。もうやばいですね。もう頭、口とかもちゃんと出てほしいですね。今1時なんで、夜中の1時ですよ。本当に全く。頑張れ。動いてます。動いてる。頑張れ。この子自身も頑張ってるんで。現在1時半です。この通り私がちょっとだけ手を加えたですが、ちょっともう動かなくなってしまいました。動いていないですね。もしかしたら右下不全で死んでしまったのかもしれません。明日になってまたもうこの状態であれば、もう右下不全で亡くなってしまったのだと思います。また明日見てみることにします。おやすみなさい。